最初さゴミ箱かなと思ったんだよ白谷階段白谷の世界へようこそおいでをいただきました「怪異な世界の水先案内階段師の白谷」でございます。 令和6年、最初のお届けは夜中に聞こえる音にまつわるこんなお話「床について明かりを落として うつらうつらとしたあのまどろみの時間に、夜更けて妙な音の聞こえることがある。耳馴染みのないその音が、漆黒の闇の中響き渡る。どことわしにぞっとして、矢もてもたまらず明かりをつけて確認すれば、ええ。 昼のうちに乱雑に重ねてあったものが何かの拍子にずれてガタンと落ちた音である閉めたつもりの蛇口が緩んでそこからポテンポテンと水滴のたる音である場合によっちゃ建物が古い分昼夜の寒暖差でもっていがみの出た家が しと嫌なりを立てているだけであると大概の場合なんだそんなことであったかとほっと胸なで下ろすんでありますが不可解な音には不可解な正体の隠れていることがあるようで正幸さんが今から25年ほど前のことですが 航空自衛,隊の自衛官としてこのこ頃、正幸さんは岐阜県の駐屯地にいらしたそうですが駐屯地内にございます大社で他の隊員たちと共同生活お住まいだった建物というのは鉄筋コンクリート造りの4階建てで無機質なと言いましょうか。 それでも中に入れば賑やかな側面も随分あるわけで、また建物が古い分エレベーターはございません。すべての階は階段でもって上り下りしなきゃいけない。廊下の両端と真ん中のところ合わせて三つ階段があったそうですが、正幸さんはこの建物の四階、 真ん中の階段を上がりきったところから左に数えて2つ目の居室でありました6人部屋で鉄パイプのベッドそして簡単なソファーのようなものがあってそれであとはそれぞれの荷物を収納するロッカーがあるという大変簡素な作りであります さて、夏の蒸し暑い晩のことでしたこの日は6人部屋でありますが夜勤の者とまた外出許可を得て駐屯地の外に出かけている者がありましたから居室内は3人であったそうですが。 いつも通り仕事を終えて本当に何気ない日だったんですよね。夜のその頃は22時が消灯の時間で決まってましたから、白谷さんも自衛隊にいらしたからよくお分かりだと思いますけど、時間はね、きっちりしてるじゃないですか。そうですね。 強制的にラッパが鳴って22時には明かりが落ちて無論居室内も全て明かりは消さなきゃいけないめめいに声かけ合って普段通りベッドに入ったんです明かりを落として ベッドで横になりますとこれほど静かだったろうかと思うほどあたりはシーンと静まり返ったまもなくうとうとと仕掛けた頃にはすでに巡回の足音は聞こえておりませんですからなおのこと 鮮やかさ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 ごんごこんんごさ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  音は随分近くから聞こえるのであります。誰かが腹をすかして暗い中、そっとベッドを起きて、スナック菓子か何かを食べているんだろうか。そのぐらいにはっきりとガサガサと、そんな音が聞こえてくる。ふと気になって、 ほんの少し体を起こして他のベッドを見やるとあろうことか他の二人と目があったつまり誰かが起き出してガサガサと音を立てているのではないけれども 真っ暗闇のその部屋の中で今もまだガサ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 と音が立っている居室の外ではない確かにこの暗い部屋の中だ三人は 目を丸くしたまま生唾を飲んだ音の出どころがもうすでにはっきりと分かっていた入り口のドアを開けてすぐ足元にございますプラスチック製のゴミ箱からでありました ゴキブリが出たかなって。ゴキブリですか。ええ、ゴキブリってなああんまり私は、出が北海道なもんですからね。まあ、東京に来ても、見たことがないということでもありませんけれど、そんなに音立ちますかね。ええ、寸法にもよるんですけどね。 いや最初何の音だろうと思いましたけどね。結構な音がしますでしょっていうことはつまり結構なすんのがいるはずなんですよ。大体苦手ですからね。三人じっとゴミ箱見てんですけど、いよいよ音がはっきりしてきましてね。 寝てる間にあいつら時々飛びますからこれゃ参ったなと思っていたらうち一人がガバッとベッドを飛び起きると一桟ゴミ箱めがけてかけていきますとそのまんま持ち上げてわっと逆さにしてそのゴミ箱を振った申し合わせたようにもう一人が居室内の明かりをつけに走ったパッと っと明るくなってみると足元に散らばったのはただの紙くずばかりでゴキブリの五の字もないいやどこかで三人は知っていた。 それはゴキブリでも何でもない何かもっと別の類の音だとカサ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 とゴミ箱の中をはいずるような音じゃないガサガサいう音に混じって時折コンコンとぶつかるような音が聞こえている けれどもその晩は明るくなってみて音はピタリとやんだそうですですからあどこ行っちゃったのかなな、まあいなくてよかったなんともななさそうだね だねじゃあ寝るかうんその日はそれっきりのことでありました体の芯にザーザーと落ち着かない何かが残ったままでしたが翌日もその出来事に触れるものは一人もなかったそうです どこかで気のせいだった、虫のせいだったと言い聞かせたい思いがあったでしょうところが記憶の薄れかかった数日後のことでありました消灯時間を過ぎて明かりが落ちて 聞き覚えのある音がする嫌がおうにもうっすらと目が開いた。 という声が脇のベッドからその声に驚いて飛び起きて明かりをつけてみると横のベッドにおりました同僚がベッドに上体を起こして目を見開いて鬼の行走額に玉のような汗をかきながら「はっはっはっは,は」と。 どうしようかよ 一番ゴミ箱に近かった彼は荒い息の中で気持ちを落ち着かせようと懸命ですがそれでも震える唇でポツリポツリと「最初さゴミ箱かなと思ったんだよ。 でもさよく聞いてたらなんか違うんだよガサ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 言う前からさ俺聞こえてたんだ廊下をさこっち来るんだよ足音だと思う 巡回は終わってるから誰かトイレにでも起きたのかなと思ったけどそれがさだんだん近づいてきてさ部屋の前に止まってさそ,そしたらうまく言えないんだけどそれがドア開けて入ってきたんだよ。 ドア開けたんだよそれそしたらちょっとゴミ箱の辺りガサガサしてて何言ってんだよ本当なんだよやべえ誰か入ってきたと思ってたら急にそのゴミ箱の方の音が静かになってさ中入ってきたんだよ 俺怖くてさ、怖くて目なんかギュッとつぶってたんだけど気づいたらそれ俺ペットの横に来てて正幸さんももう一人もにわかには信じられないようなその話を嘘だとは思わなかった。 やっぱりそうかっって思いましたやっぱりそうか同じなんです彼が聞いたほどはっきりっていう印象でもないんですけどそれは廊下からやってきて中に入ってきたなってそんなねドアを開閉するような ガシャガャャいう音がしたわけじゃないんですけど同じような感覚だったからそれでもその晩も結局それっきりもう音は聞こえませんでしたですからやはりあれは悪い夢だったと。 ひと月経って後の,のことでございましたこの晩は居室の中に4人いた消灯時間が過ぎて音なく再びあの音が聞こえてくる「カサカサカトコンカサ」コサ。コトココサ この日も居室の中にいた4人が全員音に気がついていた体を起こして一点視線を集中させたのはやはりあのゴミ箱でガサガサガサ 音は一層激しくなったもう通じません明かりをつけたそうして一人がゴミ箱のところに行ってゴミ箱を逆さにした 音の立ちようがなかったなぜなら過去2回そのゴミ箱の中から音が聞こえてというあと勤めて就寝前ゴミ箱の中は空にするようになっていたからであります念のため逆さまにしてみたそのゴミ箱の中からは 塵一つ落ちてこなかった再び元あった場所にゴミ箱を戻した時ガサッガサ,ガサッ <laughs> <laughs> 嘘だろ空のゴミ箱から ガサガサゴソゴソカタンカタン今もうすでに明るくなっているというのにしばらくのうち音が聞こえ続けたこれでどうしてもこらえきれずに 翌日上官に事の司祭を報告したそうです。え、ちょっとすると叱られるんじゃないかという覚悟をしていたそうですが、上官はただ真剣にその話を聞いていて、聞き終わると少し困ったような表情をしてみせてから、うん、また出たか。また と、うん、気になるんだななりますそうだよなわかったじゃあ今夜からな居室のドアの前のところ廊下のところに森じを置いてなそれからご飯炊いたものをそこに置いとけやってみろ はいその上官は何か事情を知っているようでもありそれにしても「森塩や炊いたご飯を置いておくなんぞそんな迷信めいたことを真剣な顔でやれなんというのもまた妙なもんだなと思ったそうですが」。 それでも上官の言うことは絶対の縦割り社会でありますから言われた通りにその晩塩とご飯を居室の前に置いておいたするとそれっきり音の立つことはなくなった後日あの音は聞こえなくなりました上官の言われた通りにしてから どうもありがとうございましたと報告に行きますと上官も安心したいような表情でポツッと一言まあ場所が場所だからなまだ戦争中の兵隊さんがいるんだろうな 戦争中と言いますとおお第二次大戦だよ腹減ってたんだろうな何か食べるものはないかって時々徘徊するらしいんだよゴミ箱の中あさってまでな まだそんな風にしてさまよってるんだな。正之さんがお仕事をしておられたその駐屯地は、かつて太平洋戦争の最中基地のあった場所だそうで、その頃。 その辺りで亡くなった魂なのか腹をすかした兵隊さんが数十年たった今も夜な夜な現れては何か食べるものはなかろうかとゴミ箱をあさりに来ていたと思えばどこまでも 胸の奥がギュッと締め付けられるようなそんな思いがしたそうでございます何もねゴミ箱なんかあさりに来なくったっていいようなもんですけどよほど腹が空いてたんでしょうね今飽食の時代なんて言われてますけど 食べられるのが当たり前、飲めるのが当たり前と思っちゃいかんですよねなんだかそのことを妙に納得できちゃいましてねそう思うと怖いっていうよりもむしろなんだかどこまでも切なくなりましてね わ今宵も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。本来であれば新年おめでとうございますとご挨拶申し上げるべきところなんですが、令和6年、大変な年明けになってしまいました。ことに石川県をはじめといたしまして、被災地にいらっしゃる皆様におかれましては、とても大変な思いをされていらっしゃることと思います。心からお見舞いを申し上げますとともに、 一日も早い復興そして穏やかな日常が戻ってまいりますように強くお祈り申し上げておりますさて白谷でございますけれども会談という特殊なジャンルではございますですがこの会談を通じて少しでも多くの皆様に元気をお届けできればと本年も一年間一生懸命かけてまいります どうぞよろしくお願いを申し上げます。それでは皆様、あくれぐれもお気持ち、お体、ご健康にお過ごしくださいませ。また次週お目にかかりましょう。まったね